人愛好そうね。という感じです。で今日は本当にねお天気が心配されましたが
なんとか私たちが行けば晴れるよねっていう、割と雨男雨女の揃いの対抗チームなのでね、どこ行っても雨降ってても晴れるというね形をね、ずっとね今日も大丈夫とか言って担いでまいりましたがね、今年も紀王様にね奉納太鼓をさせていただけるというね、ありがたく思って感謝をしながら太鼓を打たせていただきました。また次回に続けていけるように一生懸命励んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。人数は3回、人数はえ、もっといます。子供一応代表ですが、子供が今12、3人ほどで、親子で太鼓をやってるお母様たちも入ってね、結構メンバーはいっぱいいるんですが、その場所はどこでやってるんですか？杉並区の、西武新宿線の下井草という駅の近くに地域区民センターという施設がありまして、そこの地下に幸いなことに音楽室、防音できる音楽室がございまして、そこで毎回練習を、週に1回ですか？そうですね、はい、週に1回は必ずやっております。はい、素晴らしい演奏でした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。最高の話を、うちの学生さん。